ういうことあったんじゃない？そういうことあったのかな？女になっちゃった時あったのかな？こんにちは、エビアン TV。 いいね、こうしよう。エビアン TV のエイカとゼイアンとユでーす。ぴょーんなるけ、レッツゴー。エビアン TV 最近のブームは？ブーム？筋トレじゃないの？ちょっと筋トレ。あの、エイカ氏来てもらいました。やっほー、やっほー。あと、うちどんな場面でも最近ピースしてる。ピースしてるんだ、これ。なんかさ、イエイってなんか超ハッピーじゃない？じゃあ、行くよ、せーの、イエイ。今日はね、久しぶりにね、エリカ氏を呼んだので、いろいろね、話していきたいと思います。話そう。何聞こう？何聞く？何聞く？昔ね、エリカ氏と3人で撮った動画があるんですよ。その頃からもうだいぶ経ってて、なんか1年半とか。いや、あの時のさ、ね、あの時なんかすごくなかった、壁紙みたいな。うんうんうん、かもね。ちょっといろいろ聞いてっちゃっていいですか？はい、どうぞ。どうですか、その1年半ぐらいさ、うん、前撮った時から経過してるけど、うん、結構私生活変わった？私生活？めちゃくちゃ忙しかった、こう1年半で。仕事がすっごい忙しくなった。うん、ありがたいことに。プライベート聞いていい？プライベートどうぞ。どう、あの、美しい元カノさんとお別れになってから、はい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 、なんかいい出会いとかあった？でもあったあった、全然あった。全然あって。どういう人がタイプなの？あたい、ちょっとごめんなさいね。あ、いいですいいですいいっすよ。ない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 、え、すごいね、ちょっとすっごいこうスラッ、なんだ、ちょっと背は高め、高めというか同じぐらいの方がすごい好きで。なんで私今謝られたの？え、ちょっとごめんなさいね。え、スラッとしてるよ。アイさんって、え、いくつ身長？55。アイさんってこう、みんなが言う、かわいい。うんうんうん、じゃあかわいいの象徴ね。うちはちょっとこう、おしゃれ顔というか癖のある顔が好きなんですよ。あ、じゃあ私違う。おしゃれ顔じゃない。有原美幸さんとか、あとは安藤サクラさんとか。マジでそれ女のやつみたいな。恥ずかしいやつ。すごい、わかるわかる。私もおしゃれ顔の方がよくわかる。そういう人がちょっと好きです。でも、ほんとにいっちゃんのタイプは本当に有原さん。そう、もう有原さんめちゃめちゃタイプです。でもなんか目がクリッとしてるとかそういうのは別にない。ない。いいよ、好きだよ。いいよ、燃えんて。なるほどね。こう長くさ、一人の人と付き合ってるとさ、結構重い腰上げんの大変じゃない？え、腰は上げたんだけど、腰上げたんだけど、見極めがすごくなっちゃってて。あ、可愛い代表だから。生活とかも含む。めちゃくちゃこだわりが強いから。あ、なるほどね。ねえねえ、エリカ氏はさ、今何歳だっけ？27の年、生まれで。27なんだ。だって8でしょ。いやいや、5じゃねえから。1個下。2パチじゃない。え、な、やっぱ23なの。え、チルドレンじゃん。そうなんだ。え、今年23で、だから来年24。チルドレンじゃん。でも今と出会った時私20よ。あ、なったわな。そうなったよ、マジで成長した。昔さ、はい、動画出てくれた時にさ、はいはいはい、政治人みたいな話よくしたじゃん。してたかもね。学生時代は自分 FTM で辞任して、うんうんうん、診断書までもらったけど、うんうん、でも結局一周回って、うんうん、なんかエリカはエリカじゃねみたいな、うんうん、今はどうなの？エリカ。今もエリカなんだ。どういう気持ちなの？え？エリカはエリカみたいなのって。例えばさ、みんな、私は自分のこと女の子ってすごい自認してるしさ。私も女の子って自認してる。一緒だよね。例えばなんだけど、うち多分こう、例えばボーイッシュだからって言って、うん、メイクしたらダメだみたいなのがあるかもしれない、世間体って。わかる？こう、なんかこう、メイクするじゃん。うん、でもさ、こう、うちもほんとドスッピンじゃない、うん、FTM の方でも、まあ、ボイって言われる方でもさ、うん、メイクなんてしないっていう入るけど、うん、うち結構その辺も、なんか、やっぱ年とともに、うん、もしね、シワとかさ、うん、ね、出てきたら全然やるよ、ピャッピャッときっとやると思う。コンシーラー使うよね。とかね、眉毛ちょっと描こうかなとかは、年とともに出てくると思う。エリカだから。どこ入ってんの？あたい？全然女子トイレ入れる。あ、トイレは女の子トイレなんだ。うん。え、なんかディズニーランドとかで混んでたらメンズでもいいけど。あー、わかんない、なんか法化してないのか知らないけどね、これが。まあ、エリカ氏は女子トイレ。私結構普通に女子トイレ入る。え、性別欄何なんて書くの？え、女。女。あ、は女なんだ。女、女。でも別にさ、なんかこう女子って見られたくないっていうわけでもないし、男子って見られたいわけでもないし、でも別に悪い気はしないしって感じ。どっちでもいいみたいな感じ。うん、多分さ、あの、誰も何も言いづらいよね、見た目的に。可愛らしいねとかないじゃん。いや、思うけど、ファーストタッチで言われることとかないよね。確かに確かに。可愛いとか綺麗な目してるねとかないから。確かにね、あんま言わないかも。そうだ、なんて言われるの？第一印象。第一印象ってか、何にも言
言われないよ。マジエリカさんかっこいいっすね。あ、でもそっちの方が多そう。そうね、なんかかっこいいっすね、エリカさん。かっこいいが多いんだ。多いよ。え、かわいいって言われるの嬉しいの？聞かれたことある？え、別に可愛くても全然良くない？まあ、どちらも全然いいよ。だって可愛いって言われても綺麗って言われても嬉しくない？かっこいいし。かっこいいは違うよ。え、でも言われる言われる。かっこいいっすね。身長高いからさ。でもかっこいい女性っていうのも素敵じゃん。かっこいいってついても素敵だからさ。私この間言われたよ、2丁目で。思ったよりかっこいい系なんですね。あー。キメラーって言われるよりいいじゃんね。キメラーって言われるよりいいじゃんね。キメーなーって言われるよりさ。そんな、それは別にいいよ、もう。なんか言っちゃダメよ、みんな。こちらさ、こう今性別にとらわれず生きてるじゃん。はい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 。恋愛でしょ、今も女の子よね。いや、女の子よ。完全？完全にね。え、前さ、聞いた時さ、なんか男もいけるってね。うん、なんかそんなに、私、今無理。私、今無理。あれ？今も無理なんだ。今ちょっと無理かもしれない。変わるよね、そりゃ。もう、ちょっとごめんなさい。やっぱ女の子。なんか世界でいっちゃん可愛い。え、女の子の可愛いとこ3つあげて。わかる。わかる。毛がないじゃないですか、男性に比べて。確かにね、薄毛ね。薄毛ですね。エビ、可愛いじゃん、いい匂いするし。薄毛、いい匂い。あと一個。繊細じゃない、女の子って。あー、なるほどね。なんかこう、怖いそうなね。そうじゃない、そうじゃない。普通にあのこう、細かいこととかもたくさん話せたりとか、こう共有できるのがなんかやっぱ女の子ってすごく多いな。女の子って最高だよね。はい。で、なんでさ、男性ダメかっていう風に確信したのか知りたいかな。確かにそれ。もうさ、例えばじゃ SNS とか見てても、こう、モデルさんとかで、あ、なんか素敵だなって思う男性とかなんかいない？わかる？こう。確かに、そういうことあったんじゃない？もしかして。そういうことあったのかな？女になっちゃった時あったのかな？そう、高校生の時とかは全然あるからね。あー、まあね、そうね。でもなんかもう、何にも思わなかったね、なんか。うんうん。ね、守りたくなるしね、女の子は。ジェンダーレスとかでさ、今こうやってるじゃない、いろいろ。はいはいはい。で、自分自身もそうじゃない。はいはいはい。お客さんとかどうなの、最近。もうさ、二人の動画にさ、出させてもらってさ、その百枚美容師をやり始めてに、うん、もう当たり前になったもん、今は。そう、なんかあの頃は、いっぱい出てきた。そう、うちらしかいなかったじゃん。確かにもう男の人メイクとかしてるもんね。してる。くまえ、女の子はもう変わらずやっぱりジェンダーレスのショート系がやっぱり多かったですよね、うん、もうハンサムショートだったりとか、うん、マッシュだったりとかパーマ入れたりとか多いけど、うん、男の子でうちのお店に求めてくるのはやっぱその人たちもジェンダーレスだから、たまたまのマッシュにしたくないの。わかるか。男の子なんだけど、ちょっとさらっとしてるマッシュだったりとか、前髪女の子みたいに作ってるウルフだったりとか、逆にね、ワックスをつけなきゃ仕上がらないっていう髪型をもう作ってない、男の子だったら。なんか男性でね、ジェンダーレスな髪型がいいって方はぜひ来てください。はい。なんかあれだよね、アップシーデイジー中途採用募集してる。マジで、もう今本当に中途大大大募集、あの、私と一緒に働きたいあの、中途生のみんな、ぜひ。え、中途って何？あれあるの？条件みたいな。あ、ね、経験、言ったら経験は別にいいんだけど、もうほんとシャンプーとか やってた経験があったりとかすれば、別に1年生の途中でも、1年目の途中でも、うん、優先的にね、もう別に2年目でも、うん、とりあえずもう中途であればもう中途募集してるなって思ったんで、ぜひ。一番大事なところ、いや、もうピースピースみたいな気持ちでしょ。え、もうポジティブマンがいいんだよやっぱり。はい、ということで、はい、今日はエリカ氏にいろんなことを聞いてみました。久しぶりだったから。お久しぶりでーす。ありがとうございました。今度飲みたいね。え、飲もう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 。なんか懐かしい。本当にもう飲もう、はや、うん、飲もう。マリカ強いからね。マリカ、うん、マリカとかそういうなんか強いやつ入れないと。確かに、やばい、負けちまうよ。今度みんなで飲みたいと思います。はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうありがとうございました。